日本人は国産好きって本当？基本的には国産、僕は好きです。で、この国産が何かっていうものにもよるんですけれども、食べ物だったら僕はやっぱり国産が今だといいなっていうのがあって、別に外国のものが嫌いなわけではないし、食べないわけではないんですけども、目が届くような自分がわかる概念の中での品質管理をしてくれているので、安心できるっていう部分ですね。本当は海外の方は品質管理がちゃんとできていて、しっかりしてるとか、あるのかもしれないんですけども、情報がちゃんとわからないし、判断できない。自分の国のところを判断しやすい。自分の国の中でも国産好きなんですけども、その中でも、ここはいまいちだなと思ったらあれですし、自分が見て、あ、ここの会社いいなと思ったところを使うとかしますね。食べ物以外の車なり何なりにしろ、自分がわかるものを買うっていうことをするので、結果的に国産好きになっています。